はい、皆さんこんにちは、田中一平です。今回はですね、なんと2024年1月開講日本史講座のお知らせをしたいと思います。イエーイ。で、まずは自己紹介をさせてください。田中一平です。予備校と私立の高校で日本史を教えています。同時に YouTube でですね、日本史の情報を発信している歴史系 YouTuber でもあります。で、今回は2024年1月開講の日本史オンラインライブ講座のご案内ということになります。最後には超有料級の特典もご用意してますので、ぜひ最後までお聞きになってください。皆さん、日本史をなんかこういう風に思ってないですか？例えば1、難関国公立だと200字以上の論述問題とかが出るらしいんだけど、はっきり言うけどそんなもん書ける気しないんですけど、とかですね。2、中学の歴史の教科書とか薄かったのに高校の日本史ってすごい教科書が分厚くて、しかも中身がすごい難しいんだよね、とか。3つ目、そもそも暗記の量がめっちゃ多くて、中間試験期末試験だけでも大変なのに受験日本史とか本当に考えられないんだけど、とか。こういう風に思ってる人って結構いると思うんですよ。で、これからお話をするこの2024年1月開講日本史のライブ講座、これを受けていただくことで、実はですね、その悩みは全部解決します。この講座は2024年4年の1月12日金曜日からですね、毎週金曜日授業を開講します。オンラインのライブ講座です。まずオンライン、ズームアプリを使います。ですので、まず全国の受験生、自宅で受講が可能です。ですので場所の制約はありません。一方でライブ授業です。18時半からという時間を設定してライブで行います。映像だとですね、なかなかやっぱり臨場感がなくて、緊張感を保ちながら授業を受けるのが大変だというふうに思いますので、こう臨場感をやっぱり持たせたい。ライブで臨場感を持ちながら全国の受験生と切磋琢磨できる、そういう講座になっています。カリキュラムはですね、1月の12日から8月の夏期講習まで、原始古代から近現代まで文化史も含めて受験で必要な日本史の知識を全て教えていくという講座になります。ですので8月には通試が終了するという、そういうカリキュラムになっています。夏に通試が終わりますので、9月以降は論述対策、それから共通テスト対策、これに専念することができます。で、特に今年の新高校3年生は新しい課程になりますので、入試がですね、歴史総合と日本史探究というこの2つになります。で、新しいカリキュラムで新しい教科書になりますので、特に共通テストですよね、これにやっぱりかなり時間を割きたいなというふうに思っている受験生は多いはずです。ですので、そういうご要望にお答えしてですね、8月に通試が終わります、そういうカリキュラムで授業を進めていきたいというふうに思っています。で、今まで指導歴がもう15年になるんで、2000人以上受験生を教えてきたかなというところなんですけど、やっぱこう2000人以上教えてきて改めて思うことなんですけど、8月までに通試が終わってるかどうかっていうのは重要ですね。なんでかっていうと、まず一つは8月までに通試が終わってる人はね、論述対策がやっぱできるんですよね。特にこれはね、東大と一橋で、それから筑波大学を志望してる、この3つの大学をやっぱり受ける人はですね、論述問題が多いんですよ。東大と筑波は1年に4大論述問題あるんですよ。で、一橋も3台あるんですよ。で、そうなると1年分をやるのにそれなりに時間かかるんですよね。って言った時に、通試がね12月まであるとかっていう人はですね、やっぱやっても過去問10年分みたいな感じになるんですよ。ところが8月までに通試が終わってるとですね、いやそれこそ、いや過去問20とか25年やれましたでね、こうなるとね、やっぱ本番でねビビんないですよね。いや過去の20年分やったんだから大丈夫だっていう風にやっぱ思ってこう受けられるっていうのも大事ですし、まあやっぱり過去問を20年とか25年やったことで、その大学の傾向みたいなのもやっぱりより分かってきますんで、その意味でやっぱりまず8月までに通試が終わってるかどうかっていうのは非常に大きいなという風に思います。で、もう一つは8月までに通試が終わってると、9月以降暗記をする時間っていうのもやっぱゆとりを持って取れるんですよね。どうしても日本史の授業があって、でその日本史の授業と並行して暗記しなきゃいけないってなると、なかなかやっぱ暗記まで手が回らないっていう国公立の受験生って結構多いんですよ。で、ところが8月までにこう通試が終わってると、まあ、9月以降ね、授業はとりあえずないわけですから、じゃあその時間を暗記に当てていこうっていうことになるんで、もうね顕著に現れるのはね、模試の成績ですね。やっぱ国公立の受験生って社会2つあるんで、こう社会まで手が回んないっすよとかっていう受験生いるんですけど、8月までに通試が終わってるとですね、やっぱいい点数取りますね。で、当然日本史でいい点数取ればですね、まあ、判定もですね、その B 判定とか A 判定とかある程度こういい判定が出てくるんで、でそうなってくるとですね、こう入試やっぱ近づくとこう気持ち的にはやっぱきついじゃないですか。けど、いや自分模試で判定 B とか A とか出てるから大丈夫だみたいな、そういうメンタルでこういけると、やっぱり学習の
能率もこう上がってきますんでね、その意味でやっぱ8月までに終わってる受験生と、まあ9月以降も通信の授業があって実は終わるのは12月ですっていう受験生とではやっぱりこう差が出てくるなというのがありますんで、まあその意味でね、こういう8月に通信が終わるカリキュラムを組んでいますと、まあいいことですね。この講座の最大の特徴はですね、私のオリジナルのテキストを使って授業をやると、まあいう点です。で、今ちょっとここに用意したんですけども、 B4 縦でテキストは作られています。このテキストはですね、教科書の記述をベースにしながらですね、国公立の論述問題、これの品質テーマを盛り込んだ内容になっています。で、 B4 縦っていう形式が結構こう珍しいと思うんですけど、なんでこの形式にしてるかっていうと、こう文章形式にしたいからなんですよね。で、この文章形式にしたいのは何でかっていうと、このテキストに沿って勉強していきながら、実際の国公立の論述問題でこのテキストに載ってる文章とかをこうある程度使って論述ができるように、つまりもう通信を学ぶときに国公立の論述問題っていうのにこうフォーカスしてテキスト作ってあるんで、このテキストに沿って授業を受ければですね、なんかこれ一橋の問題、これなんかテキストでやったなとか、東大の問題ってなんか一辺のテキストのここをこうなんかある程度こう抜いて要約すれば答えになるんじゃねとかですね、そういうような形でですね、私の通信の授業を受けることで、もう気がついたら論述対策がある程度できてると。でしかもその論述の品質テーマ、ここは何年の東大で出てるよとか、何年の京大で出てるよとか、私言いながら授業をやってきますんで、まあ、だから自分の志望校に合わせてですね、あ、ここ京大でなんか2回ぐらい出てるんやとか、こう印つけとけばですね、そこを重点的に勉強することで、まあ、京大対策になりますよね。ですので私のですね、このオリジナルのテキストを使ってですね、授業を受けることで、通信の授業を受けてる段階からですね、他の受験生に論述対策で差がつけられるんですね。でしかも8月に通信が終了しますから、9月以降はですね、まあ後で説明しますけど、こう添削指導しながらですね、過去問対策をどんどんやっていけばですね、いや日本史でいい点取れますよ。まあ、そういうふうに考えてもらえればいいかなというふうに思います。私はですね、 YouTube 上で授業動画を公開しています。でその授業動画の中ではこのオリジナルのテキストを使っているんですけれども、オリジナルのテキスト自身は公開してないんです。だからこんな感じで、はい、このテキストの何ページはとかって言って喋ってますけど、じゃあそのテキストを YouTube の動画を見てくださってる皆さんが持ってるかっていうと、持ってないです。なんでかっていうと、私がオリジナルテキストを公開してないからです。今後もテキストを公開する予定はありません。つまりテキストを入手できる人はですね、このオンラインのライブ講座を受けた人だけです。この講座を受けた人だけがテキストを手に入れるチャンスがあると、まあ、いうことなんですね。だからその意味でオリジナルテキストを入手して勉強したいというふうに思っている人はですね、ぜひこの講座を受けてください。え、そんなズームとか言われると先生ちょっと大丈夫かなとかって思うんですけどっていう人に一応言っとくと、パソコンかタブレットですね、 iPad などのがあって、で Wi-Fi につながってる環境があれば大丈夫です。こちらの方で例えばズームのセッティングの仕方とかご説明しますんで、 Wi-Fi にさえつながってればとりあえず問題なく授業を受けることができます。ですので基本的にオンラインですから、それこそ全国どこでも Wi-Fi さえつながってれば受けることができます。やっぱね、自宅でリラックスして授業を受けれるっていうのは大きいと思うんですよ。それこそ通塾時間とかいらないですから、まあ、勉強も効率的にできますし、やっぱりね、自宅で安心した環境でこう集中力を持ってね、こう授業を受けれると、やっぱりね、こう知識の習得なんかもよりね良くなってきますんで、まあその意味でですね、このオンラインのライブ授業って個人的にはね、もう最強のコンテンツなんじゃないかなというふうに思っています。で私も自宅で授業をしますんで設備費とかいらないですし、でそれから、まあ、私が基本個人でやってますので、こう人件費もかからないですから、授業料も非常に安く設定することができるんです。であとは入塾費とかそういった諸経費も私は一切取りませんので、大手予備校とかで日本史の通信の授業を受けた場合の費用の3分の1から4分の1で済むんじゃないかなというふうに思います。この講座を受けていただいた方はですね、こうビッグな特典が2つあるんです。で1つ目がですね、オンラインのメール添削、これを無料で受けたまります。私のホームページを見ていただければ分かるんですけど、オンラインの添削っていうのはですね、2万5000円受講料頂戴してやらせていただいてるんですけど、この講座を受けた方にはですね、この2万5000円いりません。無料で添削をやらせていただきました。でこの添削はですね、メールで2月25日の国公立の二次試験の当日まで出し放題です。
で回数とか例えばこの大学はできませんとかそういう制限はないです。どの大学のどの問題でも受けたまりますし、あとは国公立の二次っていうと東大とか京大とか一橋で冠模試ってありますよね。東大実践、まあ、これ駿台さんがやってるやつですし、東大オープンとかだと、まあ、河合さんがやってるやつですけど、そういったもののなんか先生これ模試で解いてみたんすで解き直ししてみたんですけど添削してもらえませんか、これも無料でやります。このねオンライン添削はもうかなり合格者出してる、私のそのコンテンツの中でもかなり優秀なコンテンツなんで、これがね無料で受けられるっていうのはかなり大きいかなというふうに思います。2つ目がですね、日本史の学習相談とか、あとは日本史に限らず、先生この前模試受けたら偏差値がこんな感じだったんですけど、ちょっと進路相談とかやってもらっていいですかっていうのも、これ無料で何回でも受けたまります。あのね、要はね、日本史だけできても困るんですよ。目的は最後、志望校に合格することなんで。で、私はですね、こう長く私立の進学校で国公立のね、最上位を受ける受験生の、まあ、当然様子見てきてますんで、で、いろんなね、こう学習の相談とか進路の相談にも載ってます。で、それからある程度データなんかもね、きちんと蓄積してますんで、データとね経験に基づく進路相談、これを無料で何回でも受けることができます。ですので合格の日までね、日本史だけではなくて受験全体のサポートをしていきたいというふうに思っています。でそれから日本史以外の主要科目ですね、英数国に関してはですね、私の信頼できる先生をですね、こういろいろと紹介することができますので、このオンラインのライブ講座を受けていただければですね、日本史だけではなくて皆さんの受験をですねトータルでサポートできるかな、まあいうふうに思っています。ぜひ受講を検討してみてください。講座の詳細についてはですね、ホームページ、これのリンク先を用意してありますので概要欄に貼っときますから、そちらの方を見てもらえればと思いますし、もう申し込みたいぞっていう人もですね、申し込みフォーム、これもやっぱり概要欄に貼っておきますので、そちらの方からですね進んでいただければなというふうに思います。難関国公立大学を志望するですね、全国の新高校3年生の皆さんの申し込みをお待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。